回見学に来たんですよ。見学来た時に、ああ楽しそうにやってる会社だなと思って、それで受けてみようと思って受けたんです。完成した時のものを見て、あ、これができたんだな、作ったんだなって自分で実感できて、それが楽しいですね。総合建設業ということでですね、まあ、土木、建築、まあ、舗装、造園、そしてまあ冬は除雪、我々の仕事やっぱ外仕事が中心になるので、やっぱ仕事自体はすごいハードなんですけども、やはり何ですかね、職場環境というか、楽しく働ければそういう過酷な作業でも楽しく感じると思うので、やっぱその一番この人間関係をうまくやるようにまずしているっていうのが一番ね。まあ、機械土下っていうのは、まあ爆破土が、まあ買えばまっすぐあれなんですけれども、やっぱ人材っていうのは育てるのが一番、今どこもまあ人材不足なんですけれども、やはり若い人を育てるのがやっぱ一番、うちの強みかなって、若い人が多いのがですね、すごいこう前向きというか明るくて、やっぱ先輩たちがこうやってるのをこう見てて、俺もああなりたい、こうなりたいっていうのがやっぱちゃんと明確なものがあるみたいで、なんかああすごいなって、こう導く人たちがすごいんだなと思って、一歩先を見るじゃなくて、もう最後の最後のやっぱ計画立てた段階から最後のあれまでこう見通して、次何しなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていうのは先輩の頭の中でこうビシッと立ってて、でその中でこうやっぱイレギュラーなことも起きたりするんですけど、それに対しての対応も素早くてすごいって思ってます。工事が終わって地元の人から、いや行くなった、ありがとうなって言われた時が一番いいですね。辛いこともその一言で吹っ飛ぶってはおかしいですけど、そういう感じ。こだわってるのはやっぱりメリハリのある仕事を、休憩の時はだらけるんですけども、やっぱり仕事ってなればスパッとやって、やっぱり1センチ2センチよりもミリの世界なので、そこはやっぱり厳しくしていくっていうのはやっぱりこだわっていきたいし、こだわってるところですね。時間の流れがこうゆっくりしてる、だからこう人にも余裕があってコミュニケーション取りやすいというか、やっぱりこう皆さんこう落ち着いた方が多いので、やっぱり家族のような感じで、いつも若い人方を気にかけてくれるような会社なのがいいですよね。社長さんから会長さん、専務さんまでが若い人たちのことを気にしてくれるような会社なので、働く環境がいいと思います。普段のプライベートの話も聞いてくれるし、仕事じゃないことをまず聞いてくれるので、その中でぼそっと仕事の悩みとかもあっても一緒に相談乗ってくれるっていうところがいいなとは思いますね。仕事なくなるということはないでしょうから、それこそまあ舗装とかも補修、維持管理とか補修工事の方が多くなってくるんですと思うんですけど、まあ、そこら辺をまずしっかりやって、先代、まあ、からもそうだったんですけれども、やはり社員同士のこう輪を持って働ける環境、そういうのを一番大切にしてますので、それはまあ引き継いでこれからもですねやっていきたいと考えています。